はい、それでは、8番から12番までの、解説を、見ていきたいと思います。まず8番目、私は昨日公園へ行きました。英語の基本は誰がどうする、主語動詞からです。文末しっかりとチェックつけてもらって、行きましたって言ってるからまずここにチェック、そしてたがあるから、あ、こいつ過去形だなっていう話。はい、あと主語をチェックすると私はなので、私は行きましたっていうところから書く。はい、私は I。 はい、行くっていうのは go です。はい、ただし今回過去形の不規則動詞 go っていうのは went だから I went っていう形で書いてあげれば OK です。はい、あとは後ろの続きは全部一緒。公園へ、どこどこへっていう風に言ってるので、普通だったらは go to the park、 過去形なので went to the park としてくれれば OK です。はい、あとは昨日って言ってるので yesterday と書いてくれればこれでおしまい。 I went to the park yesterday、 これで OK です。じゃあどんどん行きましょう。9番目、はい、日本語の文末チェック。食べました、はい、タニマル、はい、過去形っていうことが分かり、私はが主語なので私は食べましたから書きましょう。はい、私は I、 食べるっていうのは eat なんだけど過去形は ate。はい、あとはたこ焼きって言ってるので I ate たこ焼き。はい、昨晩って言ってるから時間を表す言葉、前の夜っていうことだから Last night と。はい、 I ate たこ焼き last night、 これで OK です。じゃあ10番目、同じようにいきましょう。起きましたっていう動詞の部分チェック。はい、タニマル。はい、あとは彼はって言ってるので彼は起きました。はい、起きるっていうのは get up。 はい、彼は he、 過去形にすると get は got に変わって he got up っていう形になりますね。はい、10時にって言ってるので at 10。 はい、これで10時に起きた。はい、あとは今朝って言ってるからこの朝 this morning ってしてくれれば OK です。はい、 he got up at 10 this morning、 これで OK ですね。はい、あと2ついきましょう。私は昨日エミを見ましたって言ってるので見ましたにチェック。はい、タニマル。はい、私はが主語なので私は見ました、主語動詞、私はは I、 そして見るっていうのは C なんだけど過去形にすると SAW で、これで saw、 I saw エミ、エミを見た、もしくはエミに会った。はい、昨日っていう言葉を最後に書いてあげればいいので yesterday と。はい、 I saw Amy yesterday、 これで OK です。じゃあ12番、はい、あげましたにチェック。はい、タニマル。はい、私はが I なので私はあげましたからきっちり書きましょう。はい、私はは I、 ゲット、あとギブ、ごめんね、ギブ、あげるっていうやつです。はい、なので、過去形にするとゲイブ、これであげました。はい、何をっていうとペンを。はい、ただしここの部分今そのままペン書きましたが、あ、ペンもしくはペンズっていう風にしてあげてください。あを忘れるだけで減点になるっていうのは今まで言ってた通りです。はい、昨日って言ってるのでイエスタデイ。I gave a pen yesterday、 私は昨日ペンをあげましたという文になります。さあ、大丈夫でしょうか。
はい、続きのね13番から、16番までかな、そこの部分も、解説のを進めていきますので、まだ解けてない人は解いてから解説を見てください。じゃあ、12番までの解説はここまでにしたいと思います。